現在主にコーヒーが生産されている地域をで示した。この項目ではブラジルにおけるコーヒー生産について述べる。ブラジルでの2007年のコーヒー豆生産量は2249,010トンで、このうちの80%はアラビカ豆であった。この生産量は全世界の生産量の約3分の1を占め、現在までのおよそ150年間世界一の 生産量を誇ってきた。しかし、ブラジル国内におけるコーヒー生産は主にサラリーコーポレーションやクラフトフーズといったアメリカ合衆国の企業による主導で行われている。もともとアメリカ大陸に自生するコーヒー種はなく、ブラジルで栽培されたコーヒーもまた外国から輸入されたものであった。最初のコーヒー栽培は1727年にパラー州で始まった。 一説によると、ブラジル政府は、領土紛争解決のためという表向きで、フランス領ギアナにフランシスコ・デ・メロ・ペラタ従隊長を発見し、フランス領ギアナのファーストレディと婚姻になった、フランシスコ・デ・メロ・ペラタがブラジルに、コーヒーの種を密輸したとも言われる。当初コーヒー生産の労働力は主に、奴隷たちによって賄われ、19世紀前半には、 ブラジル南東部でのコーヒー栽培のために約150万人の奴隷が輸入された。1888年にブラジルでの奴隷制度が廃止されると、コーヒー農園主たちは主にヨーロッパからの移民を雇用し、労働力を充足するようになった。1850年にはジャワ島を抜いて、 世界の半分のコーヒーを生産するようになった。ブラジルでコーヒーの栽培が本格化するのは19世紀のことであるが19世紀半ば以降には今日まで世界最大のコーヒー生産国、世界最大のコーヒー輸出国の地位にある。1869年以降には病害でアジアのコーヒー生産が壊滅的な状態となりブラジルでの生産に拍車がかかった。 サントスコでコーヒーを積みにしている様子。1880年撮影。1880年代から1世紀以上も続いたコーヒー生産を経て、ブラジルにおける奴隷制度は衰退し、労働力供給は賃金労働に切り替わった。また、ブラジル牧、砂糖、金採掘などといった、ブラジルの他の輸出産業とは違い、コーヒー生産は、 ブラジル全体の産業化に大きく寄与した。ブラジル南東部のサンパウロには、コーヒー生産に従事する多くの移民が流入し、人口は1850年代に約3万人、1890年には約7万人、1900年には約24万人にもなった。1930年代には人口100万人を超え、サンパウロはリオデジャネイロを抜き、 ブラジル最大の都市となった。コーヒーの供給が過剰となり、国際市場における価格が下落、コーヒー生産者の利益が減少したため、1906年2月にコーヒーの価格維持政策が行われた。この価格維持政策は、コーヒー産業の恩恵を受けた富裕層を守ることに、主眼が置かれていたとも言われる。これは、政府が、 コーヒー収穫の余剰分を買い取って政府が決定した国際価格を維持するというものであった。例えば、1ポンドあたりの価格が7セントを超えると政府がそれまでに買い取った余剰分を売却することとされていた。この価格維持政策によってコーヒーの国際価格は一時的に上昇し、コーヒーの生産は拡大した。 したがって政府と富裕層から見ればこの政策は成功した。しかしこのことが後に国際的供給過剰による破綻を避けられないものとしたとも言える。ミナスジェライス州にあるコーヒー農園。コーヒー産業からの歳入は1930年代の 世界恐慌の影響で1ポンドあたりの価格が22.5セントから8セントに急降下するまでブラジル経済を牽引し続けた。税収によりブラジルの貿易収支は黒字を保ち道路、港湾、通信システムの建設に充てられた。ブラジル南東部のサンパウロとリオデジャネイロの間にあるパライバ渓谷は現在は荒廃しているがかつては コーヒー栽培で賑わった場所であった。この地域の赤い土壌の生産性は高く、通常の土地では最大でも25年間コーヒーを生産し続ければ土壌が枯れてしまうところを、この地域の土壌では30年間コーヒーを生産することができた。イタリア人がこの土のことをイタリア語で赤い土を意味するテラロッサと呼んでいたことから、現地の人々はこの土壌のことを テラローシャと呼ぶが、これはポルトガル語で紫色の度を意味する。1920年代、世界のコーヒー市場はほとんどブラジル産コーヒーによる自然独占の状態にあり、世界シェアのおよそ80%を占めていた。しかし1950年代になると、世界的にコーヒーの生産が盛んになり、ブラジル産コーヒーの占める世界シェアは徐々に 減少していった。ブラジル政府によって工業化支援政策も行われたが、ブラジル経済はコーヒー産業に依存し続け、1960年になってもなおブラジルの輸出の60%をコーヒーが占めていた。19世紀の頃と比較するとこれは90%近くも高い数字であった。1990年に行われた規制緩和で、 ブラジルコーヒー産業界は品質管理の点に力を入れるようになった。ブラジル政府はそれまで規模の経済を重視していたため品質管理部門が軽視される傾向にあった。サンパウロで袋詰めされたコーヒー。カフェドゥブラジルと書かれている。現在ブラジルにおいてはおよそ2万7000。 平方キロメートルの面積のコーヒー農園に60億本のコーヒーの木が栽培されている。これらの品種のうち74%がアラビカ豆で26%がロブスタ豆である。気候や土壌、地形に恵まれたサンパウロ州、ミナスジェライス州、パラナ州での生産が最も活発である。主に乾燥した6月から9月の間に収穫されることが多い。 現在約350万人が農村のコーヒー産業に従事しており、関連業種を含めると、およそ700万人の雇用を創出しているとも言われる。大きく分けると、コーヒー業界はひいた豆で販売するか、インスタントコーヒーの形で販売するかによって分かれる。2001年の時点では、ひいた豆の市場には1000以上の企業が参加し、企業間競争が激しいのに対し、 インスタントコーヒー市場は大企業による河川の状態で4企業が市場全体の75%のシェアを占めている。コーヒー生産は気候条件による影響を受けやすく、1994年の下や2001年の水不足の影響で収穫が大打撃を受け国際価格が高騰したこともあった。フードアグリカルチュラルカモディティーズプロダクション。 フードアグリオーガニゼーション。2010年7月14日。閲覧。ブラジリアンコーヒービーンズ。ブラジリアンコーヒーヒストリー。コーヒーリサーチ。2010年7月14日。閲覧。モルガナリー2008。P9 ハットニールシンプリチャード2009。P102。ファーキームでアゼベート。ライバズチャダッドファリーナ2004。P31AB イッサム。ヤマダ。 ホゼ、コーヒーブラジル、ハウコーヒーモールデッドザカルチャーオブ、A カントリー。2010年7月14日閲覧。コーヒーレジェンズ。 ナショナルジオグラフィックソサエティ http コロンスラッシュスラッシュ www.nati onalgeographic.com スラッシュコーヒースラッシュ l e g n d 6 h t m l 2 0 1年7月14日閲覧モルガナリー 2006P218AB エアキン 1998P33ABC 日本コーヒー文化学会 コーヒーの辞典、柴田書店、2001年、P228AB エアキン1998、P214 エアキン1998、P218 フリーデル2007、P118 ファウスト1999、ピアニッシモ160、160-161AB、フリーデル2007、P119AB、フリーデル2007、 1> p 百二十一エアキン九百九十八 p 三十二フリーベル二千七 p 百二十レビン二千三 p 百十五ハットファウスト九百九十九 p 百十五ブラジルザハイコストオブコーヒータイム http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュレイ九千百七十一 876,132-00HTML2010 年9月26日、閲覧。マルダーオリベーラ・マーティンス2004、P180 エアキン1998、P216、ファーキームでアゼベート、ライバズ・チャダッドファリーナ2004、ピアニッシモ、3132AB サウザ2008、P225 ハット AB ディックス2005、 P32 サウザ2 0 0 8 P13AB、ファーキームでアゼベート。ライバズチャダットファリーナ2004、P31、メジャーコーヒープロデューサーズ。 ナ a t i o n a l g e o g r a p h コロン o c i e t y h t t p w w w n a t i o n a l g e o g r a p h i c c o m スラッシュコーヒースラッシュマップ html2010 年7月14日閲覧。ありがとうございます。